田舎移住の嘘本と築150年の古民家を買っちゃった夏美です。私が移住した富山県南砺市はチューリップの産地で有名な砺波市の南隣になります。チューリップの球根を育てている畑があることは去年気づいたんですけど、そのお花畑があるのが南砺市だっていうことに初めて気がつきました。お花摘みっていう農作業中のお父さんに話しかけたら、畑に降りて写真撮ってもいいよって許可してくれたので、説明を聞きながら動画と写真を撮りました。この農作業、ハローワークに募集があったりとかします。いちごの収穫とか、こういったお花摘みとかね、季節季節の農作業をその各各農家さんのところに行って仕事をして、一年点々と仕事をしながら過ごす生活しているっていう人もいます。農業大国ならではの働き方だなって、その話を聞いた時にびっくりしました。移住して新しいことを始めたいなって思う方は、例えばね、農業とかね、本当農地を買わないといけないんじゃないかとか、あと、機械とか買って莫大なお金がいるんじゃないかなとかって、そういう不安があって移住したいな、農業やりたいなって思われてる方とかね、そういった方はネットで調べるよりも地元の人に聞くのが一番早いと思います。私はアナログ世代だけれども、アナログ、そう、人に聞くとかね、ネットを使わないでっていうことも取り入れた方がより確かな情報が得られるかもしれません。
になってくるとだん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 トンボの方からピンク色がこう多くなってくる、そういうのもある。あとどれぐらいで咲きますか？いやー1週間で咲くかな1週間で咲くか咲かんかちょっとわからんけど、またさせてもらいます。どうぞ。ありがとうございます。すごい素敵。あのだいたい色はバレリーナやから。バレリーナ、ここのです、あの赤いやつ、あのオレンジ色のやつ、オレンジ、はいはい、バレリーナ、また来させていただきます。ありがとうございます。最後までご覧いただきましてありがとうございます。田舎移住の嘘本当夏みんでした。